どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今回はですね、ちょっとまた新しいの買っちゃいました。やばいですね。まあ、でもうちの家はこのメーカー好きやからね。あ、そうですね、新しいの買っちゃいましたね。ドーン出た、アラジンのヒバリンでございます。これいやいや、ヒバリン以前このアラジンのストーブですね、ご紹介して、まあ冬の終わりに買ったからあんまり使えてはないんですけどね、ストーブも、この冬はですね、家族で行くときに、持っていきたいなと思います。キャンプ部のメンバーみんなね、鬼強い人たちなんで、あんまりストーブ使わない人だから。あ、そうなんね、あんまりそびの持って行くと言ったって、それ喜ぶかもしれないですね。まあ、それもじゃあ考えておきたいと思います。とりあえずオープンしていきたいと思います。うるぁうるぁせいせい。知ってる、これは魔法のランプ、ランプのアラジンのマークじゃないんだって。あ、違うんだ。もともとランプ屋さんやって言って、アラジンが。へえ、ランプを中心にやってたんだ。ほんでこれなんだ。へえ、海外のブランドやってんけど、うん、それを日本の会社がなんか引き継いだみたいな。なるほどなるほどなるほど、いろいろその辺の事情があるんですね。意外とこのアラジンがね、すぐ売れちゃうんですよね。そう、それでね、私たちもね、発売されてすぐにですね、こう予約して購入させていただきました。で、続きまして袋、持ち運び用の袋があるので、当然アウトドア仕様がやはり大前提であると思うので、はい、こういうかわいい袋、ほら、いいね。ねー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 、ヒバリン、結構でかい。わかりやすいように iPhone を横にこうやるとですね、これぐらいのサイズ感があります。厚みも結構ある、思ってたよりでかい。どんな色してるらしいですよ。とりあえずね、出すお水が違うらしいですよ。出すお水が違う。あとビームスさんとなんかコラボしやったりとか。ビームスとかもだって。さすが。これがまずはお得としてセッティングして、焼き網ステイっていうのがあるのと、これをお得に引っ掛ける感じですね。お得に副車プレートとかいう謎のプレートがあるんですけど、多分これで火の伝わり方を副車するんでしょうね。いや、副車でせいつけたいと思います。溝の部分ね、を上にして、でん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 だけーん、はまりました。ちっちゃけ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 。どうよ皆さん、このアングルからのディリーン。こんばんみー。こんばんみー。こんばんみー。髪型もちょっと家モードになっちゃいました。すごくいいロケーションになったんじゃないの。いや、ヒバリンって名前は火鉢と七輪のこう融合だから、ヒバリン。これね、皆さん、こうやって今焼いていい感じに焼けてきてはいるんですけど、下のね、これ今赤くなってるの見えます。あそこに肉が落ちたんだけども、そうするとすごく煙が出ます。マグジョーさんが食べる、はい、ボクビッツ参ります。特製の焼きおにぎり、これもね、視聴者さんから教えていただいたんで、マグジョーさんおにぎりするものやったらポロポロ落ちます。アルミホイルじゃないとですね。ありがとうございます。食べると美味しいよね。なんか知らんけど。あ、あいつなくなってしまいました。ガス。ガスキャン、ガスチャージ。簡単に付け替えれました。多少火が弱くなっていた可能性があるね。焼けたんじゃないですか。どうぞご覧ください。ね、ほら。ほんまにさ、偏りなく、焦げることなく。あ、そうね。ピッツ最高。そこ焼きおにぎり焼けたでしょうか。うわー、中でぐちゃぐちゃになった中でぐちゃぐちゃになった。今回はね、焼きおにぎりはね、マグニーさんのマグロ節知ってますね。マグロさんはあとおにぎり食べたらお部屋に戻ってくるらしいです。はい、ガチめのお肉いきたいと思います。ってそう
ちょっとね、張り切っていいの買いました。いけんじゃね？食べる食べる。よいしょ。では、うん、ガチ肉いただきます。焼けてる？うん、おいしい。あ、そう。まんべんなく。それしか言われへん。うん、まんべんなくとりあえず焼ける。要するに、うん、どっかカリカリで、うん、どっかだけ柔らかいっていう。うん、それないね。うん。焼き物が同じ温度で。はいはいはい。東京グランメゾンのキムタクさんが焼いたかのような感じですね。モグジョーさんが何かおっしゃってますね。なるほど、見てください、見せてください。何？卵焼きに見えたんだって。ああ、なるほど、これが卵に見えたか。ごめん、どこで卵焼き焼いてあげるじゃん。愛情たっぷり卵焼き揚げ食。うまーい、うまーい。なんかマジでうまい。これ、ちょっと揚げ2の買ったんですよ。まあ、2のいても100円ぐらい。あ、そうそうそう、なんですけど、まあ、中ではね、割とすごいね、これ。うま、マジでうまい。うちの視聴者さんは大体既婚者で、そういうそのモテ要素とか必要ないですよって言ったら、結構コメントで学生です、学生です、学生ですってあって非常に申し訳ないこと、申し訳ないコメントしたんですけど。どうぞ。だから物足りんじゃないの、物足りないんじゃないかって。僕らはめっちゃうまいですよはい、もう胃がね、非常にこう、あの入り口が難問なんでね、膨大かいうぐらいなかなか入られへんので、胃に食材たちが。見て、このね、胃の感じ。もう焼きおにぎり十分だと思います。入れちゃっていいんですか。はい、油油、はい、あ、油ちょっといただきますよ。はい、マグロ節焼きおにぎり、醤油もかけてあります。やばねめっちゃ熱いですよ、得意やもんね。うん、東京グランメゾン上向いた、おいしこけめっちゃうまいな。マグロ、マグロもやし、いや作った母ですよ、多分。味加減で、焼いた私ですよ、焼き加減。ニバリンとマグロと母と父、そうそうそう、そう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 ね。あれはあるか。スルメは。スルメの。歌詞やる。鬼奴さん。そうそうそう。はい。それでは皆さん、ご賞味ください。スルメ。スルメ。あれか。お、踊ってる、踊ってる、踊ってるね、踊ってるね。熱いよ、熱いよ。あー、しかし旨味が、旨味が出るよ。ちょっと面白い。熱いよ、熱いよ。やしろ、おん、おん、おん。皆さん、スルメもこのようにですね、容器に測られますね。これ、だから、どうなんでしょうね。こう、炙る感じの方がいいんでしょうね。スルメは炙って、誰やねん止めます。さあ、食べ終わったヒワリンを見ていきたいと思います。あ、明るいところで見るとまたよりあれですね。まず網、ああ網はこういう感じです。次がその問題のなんとか反射板ですね。こいつのおかげでうまく焼けていたと言っても過言ではない立役者ですね。すっげえ、これどういうこと、これ黒いの、これ一番汚れなさそうなところが汚れてるわ。あ、でも綺麗ね。うん、多少なりともちょっと漏れてるかなぐらい。ここにちょっとほらあるでしょ、垂れてるでしょ。そんな程度ですね。中を見てみる、汚れておりませんね。細かいなんかカスみたいなの入ってましたけど、サクッと拭くだけで。つまりよく洗われていけないのはこいつですね。それでは洗います。はい、ちょっとまあ汚れ残っちゃってますけど、まあ、多分もっと本気であれば多分取れると思います。キャンプでも使えますね。キャンプでも使えます。持ち焼くと美味しいって感じだよ。めっちゃ冬キャンで食おうぜ、食おうぜ。この袋にちょっとどんな感じで入るのかを。ね、あれ吹いた覚えは、え、吹きました。ちょっとカメラ持ってきて。
はい、あ、おった。おかしいやん、これないな言うて、どこ行ったのこれ言うて探してるんです、はい、ここで探しましたこういうとこ、まあ、お兄さんが荷物をまたぐのはこういうところ何がどうもなかったね。あの行きましょう。いや、これ上にもう組んじゃっていいのかしらと思うんでしょうね。なんかうまく片付ける方法がもしかしたらあるかもしれないんですけど、こうやってね、もうここ閉めれますので、ギュッと、はい、持ち運び袋の出来上がり。いいですね。そんだけで、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。戦国アラジン、ヒバリンでございました。おおきにバイ。このヒバリンの使い方なんですけど、こいつだけ置いて、こいつにそもそも五徳ついてるので、その上で調理するってこともどうやらできるみたいですね。火を、鍋をね、フライパンを焼いたりとかってこともどうやらできるみたいですね。まあ、とにかく便利なやつでした。焼き加減も最高でした。